アリバリア醸造所の建物地図アリバリア醸造所とは、ベラルーシのブルワリーである。ベラルーシの醸造所の中で、早い時期に創業を開始した醸造所の一つであり、現存するベラルーシ国内の醸造所で最も古い。第二次世界大戦や様々な社会不安にさらされながらも、創業当時の場所で営業を続けている。ミンスクの造所には、企業博物館が併設されており、 醸造所を見学するツアーも実施されている。アリバリア醸造所の製品は、ベラルーシのビール市場で29%のシェアを占め、主力商品のアリバリアブランドのビールは、約18%のシェアを占める。2008年に生産量が43%増加し、2011年に醸造所は、ベラルーシのビール市場のシェアで3位になった。2015年当時、 カールスバーググループが醸造所の株式の67.8%を保有し、欧州復興開発銀行が21%の株式を保有していた。残りの株式は個人株主が保有している。1864年1月29日にアリバリア醸造所はミンスクで創業を開始した。1917年に醸造所は国有化され、 1994年にジョイントストックカンパニーとなる。同年に現在の名称であるアルバリアに改称した1970年代の一時期には醸造所は新興のクリニツァブリュワリーと合併していた。2005年には欧州復興開発銀行から事業の拡大と近代化のための資金援助を受ける。アリバリア醸造所の主力製品は、 アリバリアブランドのビールであり、ベラルーシの市場のシェアの約18%を占めている。アリバリアブランドの一つである、アリバリアビレーゾルとは2008年に醸造が開始された製品で、バイエルンの名物である、バイスビアの特色を色濃く残している。ありがとうございます。